アロハー YouTube! ジクラス YouTuber のレジッちゃんです。はい、いつも YouTube の方ご視聴いただきありがとうございます。今日は G400D のニュー AMG ラインの販売者紹介の動画になるんですけれども、毎月恒例のプレゼント企画の動画、詳細の発表が番組最後にございますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。それでは今日の動画、どうぞ。はい、今日はですね、こちらの G クラスの販売者紹介ということで、撮影の方していくんですけれども、はい、G400D ですね、はい、新3点オプションになるんですけれども、少し前にこれのね、全く同じ仕様の走行距離がまだ100キロ以下という新古車の方ですね、これも入って数日でですね、ご試着いただきました。ありがとうございます。はい、結構ねお問い合わせも多かったんですけれども、今回ですね、こちら新しく入荷した G クラスなんですけれども、仕様はほとんど一緒です。一緒、はい、少し走行距離だけ走ってます、数千キロっていうところなので、そこの違いだけなのでね、ぜひお買い逃した方ぜひですね、今日最後まで見ていっていただければと思います。ということで、まあ、改めてちょっとおさらいなんですけれども、こちらですね、はい、G400D のオパリスホワイト新3点オプション、新3点オプション、はい、何が違うかというと、新 AMG ラインですね、はい、新 AMG ラインラグジュアリーパッケージアダプティブダンピングの新3点オプションの G400D となります。はい、もうね、ついこの間の動画で、あの新3点、新 AMG ラインのね、違いっていうのをご紹介させていただいたので、まあもう見られてる方ね、またちょっとやってるよっていうふうにね、思うかもしれないんですけど、本当にね全く同じ仕様の 400D なので、はい、ちょっとねご紹介の方していきたいと思います。はい、まず外装の方ですね。はい、外装の方は走行距離2000キロ台ということで、ございますが、外装めちゃくちゃ綺麗ですよね。そうですね、わかんないですね、もう。はい、うん、こちらのお車ですね、あの2022年の8月登録のお車なんですけれども、もうその新車当時にコーティングの方を施工してまして、ついこの間ですね、あの半年のコーティングメンテナンスをしたばかりということで、車はですねかなり綺麗なんですよ。なので、まあ、先日ですね、100キロ未満の新古車見ていただいたんですけれども、なんらあれがない、変わりがない何ら変わりがないというぐらい、うん、本当にツヤもありますし、そうですね、ツヤ感もありますし、まあ本当に飛び石傷がないですよね。もうズームで見ていただいてもいいぐらい。しかもこれ入荷したてですもんね。入荷したてです。下手の状態、下手でこの綺麗さですよ、うん、このツヤ感伝わりますかね。いや本当ね、やっぱ綺麗です、うん、はい。でまあ、AMG ラインですのでね、バンパーのシルバーのメッキのパーツだったりとか、まあ、このサイドのねシルバーのモール、はい、はい、おさらいですけれども、新 AMG ラインは外装は変わらないと。そうなんです、いうところですね。そうですね、旧 AMG ラインと外装は変わらない、うん、ところですね、はい。でまあシルバーのモールに20インチの、はい、アルミホイールになります。アルミホイールもめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、とても綺麗ですね。はい、とても綺麗な状態ですね。はい、それでは内装なんですけれども、はい、こちらは新3点オプションになりますので、はい、こちらのシートですね、はい、こちらがブラックのナッパレザーシートになっております。覚えてますか、新 AMG ラインの、新 AMG ラインの、はい、おさらいです。おさらい、まずシートが違いますよね。シート違いますね、はい、シートが本革からナッパレザーになりました。はい、さあ
続いてはいはい、はい、先生はいカメラマンク、はい、ダッシュボードダッシュボードはい正解です。はい、ダッシュボードも今までは合成比較合皮ですね、レザーアルティコダッシュボードからこちら本革のダッシュボードに変わりました。本革のダッシュボード、はい、なので革がねダッシュボードも、シートもワンランクこう上がってるんですよね、うん、はい、なので質感がよりねちょっと高級な、高級な、そうですね、はい、ラグジュアリーな仕上がりになっているというところ、はい、今2つですね、はい、はい、続いて、はい、はい、カメラマン君、レッドステッチレッドシートベルト、はい、なくなりましたね。なりましたね、はい、はい、もうねシートベルトもこのようにブラックのね、うん、シートベルトになりましたし、このステッチもこのね、そう、グレーですかね、グレーチックな感じの質感、はい、なってます、ね、はい、レッドステッチもなくなりましたね、はい、なのでよりなんかこう落ち着いた雰囲気になりましたよね、うん、はいはい、じゃあ続いてありますね、はい、最後最後上ですね、はい、こちら正解です。このルーフライナーなんですけれども、今まではファブリックのルーフライナーだったんですけど、これがレザーディナミカルーフライナーに変わりました。なので今まで限定車のね、限定車に装備されてたこのルーフライナーがこの新 AMG ラインから標準でついているという、そういう違いがあります。なのでこの上もですね、結構肌触りがやはりねファブリックと違ってこうなんていうんですかね、高級マカーペットのようなそういう質感に変わってるんで、本当にね内装がかなりね、あの今までスポーティーさが特徴的だったんですけど、そうです、ね、レッドステッチレッドシートベルトですからね、はい、それがなんかこうラグジュアリーな高級感ある内装の雰囲気に変わったかなっていうふうに思いますね、はい、まあ、これが新 AMG ラインになっております。はい、あとですねもう一つ違いが実はあります。新 3.0 オプションと、はい、13.0 オプションと、はい、この間ですねちょっと僕伝え忘れてしまっていて、シューズさんからで、コメントもらってるもらってたんですけれども、この新 AMG ラインになりますと、このエアコンにですね、エアコン、はい、今ねエアコンの、まあ、エアコンのモードになってるんですけれども、ここにですねこのイオナイザー、イオナイザー、はい、丁寧に書いてくれてますね、はい、車内の、車内を空気清浄しリフレッシュにします。イオナイザーは無臭ですということで、このね、リフレッシュにでは書いてないですよ、フレッシュにですよ、今僕なんて言いましたか、リフレッシュにして、はい、フレッシュにしてくれます、はい、ということでこのね絵でも見てもらって分かるように、このマイナスっていうね、もうマイナスイオンがね飛び散ってるんですよ、このマイナス、うん、マイナスイオンがねこの車内にいっぱい出てくれてる、分かりますか、この今感じますか、はい、今ね結構エアコン、そう、風量出てるんですけれども、リフレッシュな、フレッシュな感じ、いや、かなりリフレッシュなね、空気が出ております。はい、この空気清浄機能付き、これはですね新 AMG ラインからですねついている装備ということで、はい、まあ、よりこう車内を快適にですね、乗れるという、そういう嬉しいですね装備が備わっているというところでですね、はい、ございます。今ですね、まあ、外装内装と見ていただいたんですけれども、本当にね2000キロ台ということで、まだまだ車の方めちゃくちゃ綺麗な状態になっております。コーティングもしてありますしね、コーティングもしてありますし、純正の前後ドラレコもついております。先日、100キロ未満の新古車動画出した時にかなりねこの、お問い合わせ多かったんですよ、うん、やはりこれも前少し前に、動画で僕、お伝えさせてもらってたんですけれども、今新車注文されてらっしゃる方でまだ納期2年後3年後っていう方がですね、まあ、その新車を買った方がいいのか、はたまた今市場に出てるこういう低走行の
400D 購入された方がいいのかっていうのは一回ちょっと考えてみてください。考えた、はい、はい、そうですね、提案させてもらいました、ね、はい、提案させていただいたじゃないですか、はい、やはり、結構ね確かにそう思うっていう方非常に多くてですね、まあ、実際にその、実際にですね、まあ、今新車注文入れられてる方が、ご制約の方いただきましたので、まあ、本当にですね、まあ、こういう低走行のものを今市場で購入して、まあ、なおかつ、まあ、新車ね、2年後3年後もしかするとマイナーチェンジ入って、まあ、内装がね例えば違っていたりとかね、そういったことがもしあれば新車にまたその時に乗り換えてあげるっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、今回ですね、まあ、2000キロ台という前回より少しね走行距離多いじゃないですか。走行距離が少し多い分もちろん販売価格の方は前回よりも下がります。改めてですねちょっとお車のまず情報からおさらいさせていただきますと、年式2022年8月登録の G400D オパリスホワイトの新3点オプションですね、はい、でハンドルは右ハンドルという風になっております。で純正前後ドライブレコーダー、はい、コーティングも施工済みということで、はい、ございますが、はい、今回ですねこちらの販売価格1900万円を切ります。はい、新古車は1948万円でした。今回は1900万円切ります。はい、総額でですね1898万円で、はい、総額ですので、ね、乗り出し価格込み込み価格という価格でですね、ございます。日本全国どこでもお届けに上がりますので、もう本当ね遠方の方でも、はい、お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、ということでですね、まあ、本当に今この市場相場だいぶね新車の、価格とだいぶ近づいてきているというところで、かなり本当にね購入するタイミングとしては非常にいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね気になった方お早めにお問い合わせいただければと思います。ということで今日はですねこちらの G400D 販売車紹介させていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。それでは5月プレゼント企画の発表をしていきたいと思います。5月ね、もう月末ですよ。月末ですね、はい、これからの時期ね、はい、ね、これからのこれからの時期、これからの時期、はい、ちょっと今日もそうなんですけど、うん、天気がねたまにね雨降りますよね、まあ、梅雨ですからね、梅雨の時期にね、梅雨時期に迫ってきますよね、はい、うん、梅雨の時期になると何が必要になりますか。何が必要、はい、まあ、雨降るんで、はい、まあ、傘が必要になります、ね、傘ですよね傘ですね傘ですよね、です、はい、そうなんです、はい、今月のプレゼント企画はですねこちらのじゃん、ロレックスの折りたたみ傘、こちらをプレゼントさせていただきます。ロレックスなんですね、はい、ロレックスの折りたたみ傘初めて見ました、はい、はい、それではですねちょっと中出していきたいと思います、はい、お願いしますね。もうこれはロレックスのね、パーソナルカラー、はい、テーマカラーのテーマカラーのグリーンですね。グリーンですね。グリーンにこの黄色のね、ロレックスですね。ロゴですね。じゃあこちらですね。こんな感じとなっております。はい、ね。じゃあちょっと開けていきますね。はい。はい。どんな感じでなるか。なんですけれども、はい、こんな感じです、はい、あ、ここにもちゃんとロゴが入ってるんですね。そうなんです、はい、ここにもねが入っています、入っております、はいはいはい、こんな感じですね、こんな感じですね、はい、まあ本当ね折りたたみ傘なので、うん、旅行とか出張行かれた時にですね、うん、非常にコンパクトにね便利ですよね。ゴルフにも合いそうですよね。ゴルフもそうですね、はい、雰囲気合いそうです、はい、でロレックスの折りたたみ傘というだけでも結構ね特徴的なんですけれども、そうですね、特徴ありますね。今僕ね開けた時見ました。実はですね、はい、このスイッチ、これスイッチ、スイッチでワンタッチで開けたり閉めたりができるんですよ。もう一度見せてもらってもいいですか。はい、じゃあね、閉まるのもスイッチなんですか。閉めますね、はい、
おお。ちょっと怖いです、ね、あ、そこは手動なんですね。ここは手動ですね、はい、まあこうやってねやるんですけど、はい、開けますよ、はい、いきますよ、いきますよ。おお、ワンタッチなんですよ。面白い傘ですね。すごいですよね、はい、で大きさなんですけれども、この開いた状態で長さが95センチ。95センチ、はい。で縦がですね55センチとなります。で、この閉じた状態で、長さがですね29センチ、最初の状態ですね、はい、29センチとなります。ということで今月のプレゼント企画はですね、こちらのロレックスの折りたたみ傘を1名様にプレゼントさせていただきます。応募期間は本日からですね5月28日日曜日の正午12時までとさせていただきます。応募方法は、概要欄にあります専用の応募フォームより、ご応募よろしくお願いいたします。なお当選発表は、翌日月曜日の動画内にて、発表させていただきます。はい、ということで今月のプレゼントはこちらのロレックスの折りたたみ傘を、プレゼントさせていただきますので、ふるってですねご応募の方、していただければというふうに思います。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。